さあこんにちは、こんばんは、ユーロです。リコ・ロドリゲスです。前回はカウボーイのミサイル乗りがあったり、なかなか見せ場が多かった回になりましたが、今は戦いが落ち着いて正のジャストコーズ3になっています。そして今から私たちはどこへ向かうかというと、このフェノ地区の点をつなげろ、ここに向かいたいと思います。点をつなげろミッションの概略。ポンテ諸島の勝利の後、シェルドンはリコを古い灯台へ誘い出す。ディマとマリオの目はすでにドラゴン諸島の解放に向いていて、あらゆる車両を攻撃する謎の兵器を調査する。ここ最後の、この島最後の到達点になるのかな。早速行ってみましょう。そうだ、ここにマークをつけないと。よし、じゃあ向かいます。めんどくせえのでここにヘリを呼ぶ。どうしようかな。あ、ビーコンが必要か。各地に全部次の島に行くんだ。シェルドン、よう、大した里帰りだな。急遊に混乱、そして破壊ときたか。リマが追われてると言ったな。彼女はどこだ。彼女なら反乱軍に役立ちそうな情報を集めに走り回ってるよ。すごい仕事ができるな。コルダドラコンで発火した車両についてだったかな。何、ほら、あれを見てみろ。おい君、見事だったぞ。光栄です。続きを話せ。軍の小型砲艦が移動してる。彼女を止めようとしてな。それを早く言え。心配するな、リコ。大丈夫さ。お前のバディが一緒についてる。マリオが。なんてことだ。リコ、ボンボヤージュ。余計心配だ、こっちか。このヘリ、ミサイル積んでる。いいやつだ。援軍が向
リコ、気をつけろ。そこのミサイル砲台かな。ミサイル砲台、シェルド、これは何に向かってるんだ。まあ何にせよ面白くはなってきたな。今のこととなるとディラベロは見境がなくなっちまう。
てありがとう、リコ。兵士たちとこの機雷原に挟まれて身動きが取れなかったんで。なるほど。お前なら抜けられるだろう。今は運転に乗り気じゃないし、俺はこの銃で遊びたいんだ。遊びたいんかい。小型砲弾の操縦席につける。ああ、リコ、最初の情報提供者と合流しろ。ビークルに少し改良を加えておいた。ニトロを装備したの。装備したの。気をつけて、すぐ爆発するぜ。あー、気をつけるよ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、機内ちょっと待って、これで破壊できない。ところで2人はここで何をしてるんだ。リコ、ポルダドラコンを偵察した反乱軍の報告によると近づいた車両から炎が上がったそうなの。ちょっと興味深いわね。もっと情報を集めるわ。全員死んでるパターンか。こいつもやられたとなると次も残念なことになったそうだな。確かに。気にしない。次の情報提供者は死なないから。どうしたちが死んだのか、こんなに敵がいるのか、何か変な。
ットに乗ってたんや。一緒に来るんだ。約束よりお友達が多いんだけど。状況が変わったのよ、兄か。予想よりも危険なの。見りゃわかるよ。ディマ、紹介してくれないか。私が話してんの。彼らはテオだ、リコだ、マリオだ。ブラザー。ブラザーじゃねえ。自分の持ってる情報の重要性を理解してる、ディマ。なんでまたディラベロを怒らせたいわけ。2倍欲しい。傷だらけだ。たくましい。 1.5 倍却下。相変わらず頑固だね。リマ、中にいて。わかった。ねえ、ラフガイさんは突っ立ってるだけ。こいつは面白くなりそうだ。面白くなりそうだ。かなり自分の違う才能に惚れ惚れする攻略だった。いやもうこの辺りになるともう疲れて、実況も数も少なくなるし口数も少ないし、本当に辛かった。そして振り返ったら音声がまた飛んでいたという散々な感じでした。でもまあまあさすがに10回もやるといろんなことに慣れてくるので、まあこんな感じで攻略することができました。まあジャストコーズ3はなかなか死なないゲーム、まあ、リコが不死身なので死なないゲームとされてるみたいですが、めちゃめちゃ死にまくってます。まあこれも
最強ということで勘弁してください。めちゃめちゃやられてる。そしてめちゃめちゃ撃たれてる。そしてこっからなぜか最後の敵兵を倒すと、倒すというよりも海にはめただけですけど先に進むことができたと、そういう感じです。はい、ここで追い出して最後放っておくとクリアできたと。でここでマリオがやられると、そして場所を移す、まあ、この結局新たな仲間のもとにアジトみたいなところに行くんですが、ここ結構ねマリオが切ないんですよ。珍しく弱音を吐くシーンが、普段は踊ったり、まあ、陽気なマリオだが、え、死ぬのかっていうようなシーンなんですよね、ここは。こんな大事なシーンなのに音声が全然取られていない悲しさ。なんかリコとマリオの関係性が分かるような、そんな切ない、最初の島にまだ攻略してない基地もあるので、そこをやりながら進めていければなと思います。まあ、こんな感じで拙いですが最後まで見守っていただければ嬉しく思います。まあ、できるだけ音声も途切れないようにちょっと研究しながらやっていきます。ではありがとうございました。また次の動画でリコとユーロでした。バイバイ。